あ今このリーダーね、群れを、もし群れをうまくまとめることができたこの群れないたちの A チームの中のリーダー、この人たちが、ね、どこに走っていくか、それね、本当に落とし穴が多いんです。群れる女性の中にも番長格の番長になってるやつらは、一見群れない女性のようにも、ね、見られてしまう可能性があったように、男社会の中で、今の男どもの中で、この人は、ね、きっと分かってくれるだろうと思って、このリーダーになった人が近づいた男が、結局はキャバクラ通いの男だったってことはよくあるんです。本当にそこはね、男を見る見極め方を学んどかなきゃいけない。で、そのためにね、僕はこの群れない A チームの女性のためだけの男の見分け方教室を開こうと思います。で、そこで理屈じゃないんですよ。こういう人はいい男で頼りになりますよと、こういう人はダメですよというのは理屈じゃないんですよ。じゃあどうやって教えるのって言ったら、現物連れてくるしかないんです。はい、今週はいい男連れてきます。で、来週連れてくるのはね、ひどいサンプルですから、こんな男には近づくなってやつを連れてきますと言っといて、その時のその連れてくる男にはね、いや、今度ね、将来の日本をね、背負って立つ女性たちの前で、ちょっとね、見本を見せてほしいんで、って言ったら、ひょいひょいってきますから、そういう、特にそういう人らは。ね。で、そこでね、自分で現にそういう男を見分けていって、で、なんとなく、あ、こういう男がダメなんだと、こういう男がいいんだというのがね、もう肌でわかる、そこまで学べる教室を、やはりこの横浜か東京かで、ホロスの美人校長先生が主催なさいますので、ぜひこの群れない、ちなみに僕のイベントで最近、女性限定っていうのが多いんですよ。ごめんなさいね、男性の方は。ただ女性限定にしてる意味は、実はその背後にこういうふうなことをしてるんです。この群れない人を集めたいんです。群れない人はね、なかなかね、出てこないんですよ、群れないから。群れた方が、それはいろんなイベントにも出やすい。でもね、群れない人は、ね、女性限定の集まりがあるとね、逆にちょっと反感を持って、何を、ね、逆女性蔑視じゃないのと思って来てくれるんですよ、逆に。ちょっと文句言ってやろうという雰囲気で、にらみつけてやろうという雰囲気で来てくれる可能性がある。で、群れる人たちはもともと女子高女子大で育ってるから、もう女性限定のとこ行きたくもないんですよ、そういう人は。だから意外に来てくれない。なので、最近の僕のイベントが女性限定にしてるのは、将来この女性が主役の世の中をにしていくための一つのステップなんです。僕今実はあちこちで講演してますが、どこに書こうかな、ここに。今就活中です。就活、人生を終わらせる活動をしてんです。だからお墓も買いました。お墓もちゃんと就活のために。それから毎月岡山に戻って、その片付けしてます。わざわざそのためにホンダの農道のフェラーリというすごい 4WD の、赤黒の塗装の軽トラを買って、それにもうゴミのようにまだ親父の遺品が残ってる、それも積んで
毎月岡山のその焼却場に持っていくんですよ。そしたらまず車ごとね、目方重さを測ってくれて、で焼却場に全部捨てて、で出口でまた目方重さを測って、差が例えば今日は200キロあるとかね、今日は 100キロぐらいでしたねとか、それでお金払うんですよ、ゴミを捨てるお金。だいたいね100キロのゴミ捨てて50円ぐらい、安いでしょ。岡山田舎だから、田舎は安いですよ。別にわざわざそうやって持っていく人はほとんどいないんですよ。みんなね勝手に自分の畑で燃やしたりしてんの、ただだから。でもやっぱそれは悪いから、本当は禁止なんですよ。今は焼却、自宅で焼却は今は禁止です、田舎でも。だからそういう焼却炉に持ってってお金払うしかないんですが、まあ安いです。でもねそれを毎月やってるとだんだん減っていくんですよ。継続は力です。そうするとねだんだん気分良くなるんですよ。自分の周りに物が少なくなっていけばいくほど気分が良くなってね、ちょうど死ぬ時には身の回りの物はゼロにしようと今思ってます。で昔スイスに住んでた関係で、当時向こうに住んでたものを いろんな生活用品とか衣服大量の入れるためにかなりでっかいスーツケース、古いのいくつもあったんですけどね、もうそれも捨てました。それ捨てに行くときにそのでっかいスーツケースにいろんなゴミ突っ込んで閉じて軽トラに積んでいくでしょ。で当然焼却炉のところで係の人がそれ開けて中身ごと出して、まあ、チェックのためにねと思ってたんですよ。ところが行って、で係の人にこれ開けましょうかって言って、ああもうそのまま放り込んでって言って、こんな巨大なスーツケース、今中国人がいっぱい2個持って新幹線乗ってくるでしょ、あんなでっかいのそのまんま焼却炉ですよ。あれ人間が1人入るんですよ、大きさ。あ、つまり就活でもういらなくなった人間を焼却炉に放り込もうと思えば放り込めるんですよ。だってチェックしないんでこの大きさでポンと入れて燃えるんですよ、すぐその日。分かんないんですよ、まあ、人骨が出てそれでね、なんか警察が動いたとしても一体誰がいつどこで入れたのか分からないんです。そんな危うい状況が田舎にはまだまだある。だから皆さんもね、ぜひね、下手な殺人事件起こすよりも大きいスーツケース買って宅配でまず田舎に送ってください、ね、でそこから田舎の焼却炉持っていけばきれいに片がつきます。群れない 5% の人たちと一緒に戦って、その人たちがあえて群れの中に突入していって番長を蹴落としてリーダーになっていただいて、でそれまで番長がね、たぶらかしてた男なんか無視してちゃんとした男の、ね、援助をもらう、ね、何らかの、つながりをもらう、その男の見極め方までもをこの A チームの群れない女性にお教えすると、それが僕の就活なんです。就活、本当に女性が主役の世の中にしてから僕は消えます。主役の方の副上司で消えたいのは山々ですが、はい、ということで今日の僕の、くだらない話はここまでとさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。